川崎市立西中原中学校は神奈川県川崎市中原区下小田中2丁目にある公立中学校。本校は1947年に開校した川崎市立の中学校である。2017年5月5日に開校70周年を迎え、2018年3月3日に創立70周年記念式典が開催された。 高地面積は27,941平方メートルと、川崎市内随一の広さを誇る。2020年11月1日現在、通常級33学級、特別支援学級5学級、夜間学級3学級の41学級で、在籍生徒数1,301名は中学校として、日本最大級の規模である。夜間学級は、川崎市内唯一で、 初市内に2校しかない相談指導学級を併設している。2017年12月より、センター方式による中学校完全給食を開始し、同時に夜間学級でも補食給食を開始した。学区は大戸小学校、大宿小学校、新城小学校の小学区全域、下小田中小学校、今井小学校の一部区域となっている。 学区が広範囲に及ぶため、新城小学校、大宿小学校校区の一部生徒は、武蔵新城駅から武蔵中原駅まで電車通学となっている。以下、西、中原中学校の校区を示す。2011年に新校舎が完成し、新校舎である4階建ての1棟、旧校舎の2棟の合わせて2棟が建っている。1棟は3階西側と4階が2学年。 二階と三階東側が三学年の教室、二棟はすべて一学年の教室となっている。他に1985年完成の体育館、武道場、2010年完成のプール棟などがある。なお、体育館は2017年9月から2018年2月まで全面リニューアル工事が行われ、コケラ落としとして2018年3月3日に、 創立70周年記念式典、記念祝賀会、卒業生全員を対象とした第2回、大同窓会が開催された。高地面積27,941平方メートル校舎建二百8、292、十九平方メートル JR 南部線、武蔵中原駅から徒歩3分ほどである。なお、本校に駐車場、駐輪場は設置されていないため、 コインパーキングなどを利用するか、公共交通機関を利用することを推奨している。川崎市立西中原中学校公式ホームページ。ありがとうございます。